どうも、アクトスピア代表の清原博夢です。いつもドラマで日本史清原博夢の動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。登録者数の方もですね200人を突破いたしまして、去年の今頃が40人ほどだったので約5倍の登録者数となりました。本当にありがとうございます。メインコンテンツのですね歴史伝も今年から毎週木曜日と日曜日の週2回更新でお届けしておりまして、間もなくというかね、もうやっと平安時代突入となります。1月の末にねチャンネル分裂のお知らせ動画をアップしたんですけども、そこでですね、間もなく平安時代が来ますと言っておきながら早2ヶ月がね経ってしまうという、本当に最後まで盛りだくさんな奈良時代だったわけなんですけども、今日はですねそんな奈良時代をざっくり、本当にざっくり振り返ってみたいなと思います。題して百花繚乱解説で奈良時代編。平城京に遷都してから長岡京に遷都するまでの74年間を振り返ってみたいと思います。それでは早速参りましょう。まずは710年平城京の遷都ですね、ここから奈良時代が始まります。なんと見事な平城京と私は覚えていたんですが、その覚え方の通り当時栄えていた唐の長安をモデルにした立派な都だったと言われています。この頃政治の中心にいたのは中富の鎌足の息子である藤原の不比等ですね。不比等といえば奈良時代に入る前にはなりますが、701年の大宝律令が有名です。そして712年には天照やスサノオが登場する古事記が完成しています。その8年後の720年には年代順に出来事が書かれている日本書紀が完成しています。古事記は国内向けに作られた物語帳の歴史書、日本書紀は海外向けに作られた歴史書といった感じです。そしてこの頃に藤原の不比等が亡くなってしまいます。不比等に代わって政治の実権を握ることになったのが天武天皇の孫にあたる皇族の長屋王ですね。長屋王が登場します。723年土地に関する問題点を解消するために三世一新の法を定めています。これは新しく土地を開墾した者に3代にわたって土地の私有を認めるという法律でした。そして724年には第45代目聖武天皇が即位します。念願の天皇になった聖武天皇だったんですが、この頃から平城京内で権力闘争が激化してしまいます。藤原の不比等の息子たち、藤原の六麻呂、房崎、馬飼、麻呂の藤原四兄弟が権力を握るために長屋王を自害に追い込んでしまうんですね。729年長屋王の変です。この事件で藤原四兄弟が政治の実権を握ることになりますが、因果応報という言葉がぴったりな出来事が起きてしまいます。737年天然痘の流行により4人全員が亡くなってしまうというね、タイミング的に長屋王のたたりなどとも言われておりますけども、この時にはですね藤原四兄弟だけでなく朝廷の有力者が次々と亡くなってしまうという悲惨な年になってしまいました。そんな中で生き残っていた皇族出身の立花の諸江が藤原氏に代わって実権を握ることになりました。立花の諸江の最大の使命は何といっても感染症の流行によって疲弊した日本を復興することですね。立花の諸江は唐に渡っていた経験のある学者吉備の真備と僧侶玄房をサポーターにつけて政治をしていこうとしました。ただそんな中起こったのが740年藤原の広継の乱ですね。藤原の馬飼の長男で吉備の真備と玄房が中心にいるのが気に入らずに九州で反乱を起こして朝廷軍に鎮圧されたという事件です。まあ朝廷としてはそれほどダメージを受けなかったんですが、この事件で聖武天皇がめちゃくちゃ動揺してしまいました。まあ要はですね、自分が天皇になってから争いや災いが増えていると感じたんだと思います。なのでこの頃から仏教で国を治める鎮護国家思想というものにどっぷりハマっていってしまいます。これがね後の争いの原因になるんですけども、まだこの頃はね予想できないですから、聖武天皇はこれが一番だと思ったんでしょうね。その鎮護国家思想の代表的な存在が奈良の大仏様ですね。
仏教のシンボルを作って国を安定させようと考えたわけですが、農民たちの負担が増えてしまうという結果も招いてしまいました。